1. リカード分配と成長の一般均衡理論。1. 現代の経済学の教科書を読み慣れた人の目にはリカードの主張経済学と課税1817年の構成は雑然として見通しがつかず決して美しくない。しかし理論の応用に過ぎない課税に関する諸章を除くと本論は第1章から第6章までの各章と第21章成長論と第31章機械論とでありそれに外国貿易論と貨幣銀行論が付加される。本論は次のように構成されている。最初の4章は価格論であり続いて賃金論利潤論にそれぞれ一章が当てられそれらを総合して賃金と利潤の間の基本関係式が導出される。それだけでなくこれらの諸論は経済成長を論じる第21章の分析用具を準備するためのものである。成長論こそ彼の理論の核心であり価格賃金、利潤、分けてもあと2社。したがって所得分配が成長過程でどんな役割をするかを彼は分析したのである。さて財ないし商品の価格だが商品には生産可能なものと不可能なものがある。後者の代表例はもうすでに死んでしまった巨匠が描いた名画であるがこのような商品の価格はその絵の生産費とは無関係にその絵に対する需要で決められる。需要が多ければ価格は競り上げられる。他方供給存在量は固定されており需要との関係で供給がいかに少ないかで価格が決まるのである。このような価格理論を希少性理論という。通常の商品の中で希少性理論が当てはまるような財は多くないからリカードはそれらを無視した。しかし普通の商品以外の商品の中には生産できない財したがって希少性理論で価格が説明されねばならない財がある。それは土地である。リカード時代には土地造成はほとんど行われず天然のままで使われるのが普通であったから地価や地代は生産費で説明しえない。それらは土地に対する需要で決まるからリカードの地代論差額地代説は希少性理論である。しかし土地の供給量は名画の場合と異なって必ずしも少量ではない。広大な土地を持つ国ではその一部が農耕に使われて残りは荒れ野のまま放置される。このような国では地主は地代を徴収することができない。もし彼らが地代を課したら農耕者は地代がゼロの他の土地に移るであろう。土地が有り余っているのであるからそのような土地は存在しこうして地代を徴収しようとした地主の試みは不祝儀に終わってしまう。すなわち土地に対する需要が供給存在量に及ばない時には土地は勝手に使える自由財でありしたがってその価格地代はゼロであるという自由財の法則が成立する。このような価格理論は後にワルラスが交換の一般均衡理論で主張した希少性理論と全く同じ構造のものである。すなわち供給が価格ゼロの時の需要量よりも少ない時には需要が一致する点での希少性需要価格で市場価格が決まり供給が価格ゼロの時の需要より多い時にはその財は自由財として
無償で引き渡される。次は生産によって供給を増加しうる商品の価格決定の問題である。そのような材の価格は正常利潤をも含めた単位当たり生産費で単価が決まる。生産には労働と土地が必要だが、リカードは製造工業生産には土地はほとんど要しないと仮定したから、最終的に必要とされる生産材は労働だけである。その他の生産材、原料や機械消耗分の価格はそれらの材の費用方程式、費用は正常利潤を含むによって決まるから、正常利潤率と賃金を所要とするならば価格と同数の費用方程式が存在する。それゆえこれらの連立方程式を解けば、与えられた正常利潤率と賃金率に応じて各商品の価格が決定される。今この方程式の両辺を賃金で割れば、賃金単位で測られた価格は正常利潤を含む賃金単位で測られた費用に等しいという式が得られる。この方程式は賃金単位で測られた諸価格を決定するが、それらは正常利潤率が低い時には低いことが知られる。労働者が購入する消費財の構成が所得水準のいかんにかかわらず一定であることを仮定すれば、このような構成の消費財の束1単位の価格、賃金単位で測るは、各消費財の価格、同じく賃金単位で測るが下落するときに下落する。このことはこの消費財の束で測られた賃金、それは実質賃金を表すが増加することを意味する。こうして正常利潤率が減少するとき、実質賃金は増大するという。リカードの賃金利潤論の基本命題が得られる。ワルラスはこのような生産しうる商品の価格は生産費によって決まるという考え方をも受け継いでいる。通常の見解ではワルラスは公用理論、リカードは労働価値説で価格を説明しようとするから、両者の価格論は全く対立していると考えられているが、すでに見たようにリカードは正確には利潤を含めた生産費で価格が決まると考えているし、ワルラスでも生産の一般均衡で生産物価格を決めるのは利潤込みの費用方程式である。これらの方程式で生産物価格が決まれば、それに応じて公用理論で需要が決まり、企業の生産量は需要に等しいように決定される。これがワルラスである。それゆえ生産物価格の決定に関してはワルラスとリカードの間に相違はない。前者は後者の線に沿って理論体系を作り上げていたのである。2、以上の価格論に並行してリカードは次のような需給均衡論を展開する。第1は農産物である。農業は複数個の農産物を産出するが、簡単化のために一種類の農産物、穀物しか産出しないとしよう。製造工業には複数個の産業があるとし、それらはそれぞれ一種類の消費財か機械か原料を生産すると仮定する。農産物は完全な消費財であり、製造工業の原料として使われることはない。他方、
製造工業の生産物は労働者が消費した残額は時期に生産財として使用される。さらに資本家や地主は製造工業品を消費しないと仮定する。このようにリカードの経済は3階級、労働者、資本家、地主、多産業、一農業、多くの製造工業、一労働市場の経済である。話を簡単にするために土地は均質であると仮定する。その地に定着した人口がまだ多くない時代には天与の土地は使用しきれず、それゆえリカードの希少性理論により地代はゼロであり、地主は存在しても彼らには所得、したがって購買能力はない。次に資本家は食うものも食わずに資本蓄積に熱中しており、彼らが得た全利潤は余剰生産物の購入に使い果たされ、こうして得た余剰生産物、実物貯蓄は全部投資される。生産されたものは全部需要される、すなわちいわゆる正法則が成り立つのである。農業の生産期間は1期間1年であるが、製造工業のそれははるかに短く、簡単化のためにそれらは瞬間的に生産されると仮定する。このような仮定のもとでは、昨年度に耕作され今年初めに出荷された農産物が労働者だけによって消費される。地主には所得はなく、資本家の利潤は全額投資に向けられるからである。で、このことは前年度に生産された農産物が今年度生産に従事する労働者による消費と価値等で等しいことを意味する。前年度に生産された農産物の今年度での価値額を賃金基金と呼ぶならば、それを労働人口で割ったもの、すなわち1人当たりの賃金基金は1人当たりの農産物消費額に等しい。後者は1人当たりの賃金、農産物で表されたに比例すると考えることができる。それゆえ賃金の高さは1人当たりの賃金基金によって決められる。このようにリカードにおいては農産物の需要均衡条件によって農産物で表された賃金が決められる。次に資本財や原料だが、それらは製造工業部門だけでなく農業でも利用される。農業での資本財や原料の使用量は作付け面積に比例するであろう。土地があり余っているから集約的な農耕をする必要がないからである。これらの財の市場では供給量、すなわちその木の生産のために産業が保有している資本財や原料の量はそれらの財の過去の生産によって与えられ、したがって供給を動かすことは不可能である。他方需要側、すなわち農業および各製造工業が必要とする資本財および原料の量は農業の作付け面積および各製造工業の産出量に依存する。需要は供給に等しいという条件の数は資本財および原料の種類の数に等しく、他方需要を動かす変数には資本財や原料の生産量のほかに農業活動を示す変数、作付け面積がある。それゆえ変数の数は条件数より1だけ多いことになる。
しかしこの超過問題は労働需要の条件を考慮すれば直ちに解消する。労働への需要は農業と各製造業の活動変数に依存し、供給は存在する労働者全員が労働を供給しようとするから所与である。これらはリカードの一時的一般均衡条件を与える。需給均衡条件には1農業のそれ、2資本財と原料のそれ、3労働のそれの3つがあるが、1は農産物で測られた賃金を決定し、2と3は農業の活動変数作付け面積、資本財及び原料の生産量を決定する。作付け面積が決定されたならば農産物産出量が決定されることは言うまでもない。また農産物で表された賃金が与えられたなら、彼の価格理論によって賃金単位で表された資本財及び原料の価格及び正常利潤率が決定されることはすでに見た通りである。以上はリカードの一時的均衡理論であるが、彼はこの理論を前提にして一時的均衡がどのように変動するかの理論、すなわち動態理論を展開する。そのため彼は次のような人口法則と蓄積法則を仮定する。まず人口法則であるが、彼はまず一時的均衡理論で決定された農産物で表された賃金を、労働者が1年間生存するのに最低必要な賃金と比較し、前者が後者を超えるならば人口は増加し、逆の場合には人口減少、両者が等しい場合には人口は不変であると仮定する。第2に蓄積法則であるが、ある年度の資本財ないし原料の純生産物、すなわちその財の生産量からその年度の生産に使ったその生産物の量を差し引いた量から、さらに次年度の労働者のその生産物の消費量を差し引いた残額は全額蓄積される。このことは残額、産業への供給が全額需要され、それゆえ各産業に蓄積されていることを意味する。すなわち供給される限りのものは全て需要されるのである。以上の人口法則と蓄積法則の元では経済は次のように変動する。今今期の賃金は生存水準の賃金より高かったと仮定する。人口法則により人口は増加するが、時期にその経済が保有する資本財や原料の量は今期での蓄積の結果変化している。時期の各産業の産出量や農業の作付け面積は増加した労働や新蓄積を含めた資本財や原料を完全雇用するような値に適応するであろう。他方賃金水準は賃金額が賃金基金に等しいように決定される。でこのことは農産物で表された賃金総額が前期の穀物生産量に等しいことを意味する。前者は言うまでもなく農産物で表した1人当たり賃金に労働人口を乗じたものであるから、1期前の穀物産出量の成長率が労働人口の増加率より大きいことを仮定すれば、その仮定の下では農産物で表された1人当たり賃金は増加しなければならない。このような賃金の増加は前説で見たように均衡利潤率が減少することを意味する。でこのような変動を毎期繰り返せば
利潤率の下降現象が慢性化することは言うまでもない。3以上のような人口の増加に応じて耕作地も拡大していくという経済成長の第一段階は、農地の限界にまで達すると農地をより集約的に利用する段階に転化する。その段階では一定の面積により多くの機械を投入し、より多くの農夫を働かせることによって収穫を上げようとする。こういう段階に達すると土地からの純収益は土地利用の集約度の上昇に応じて増すであろう。しかし集約度を限界単位増したことによる限界純収益は残減すると仮定してよい。集約度の上昇はもうこれ以上集約度を増しても正の限界純収益が得られない点、その点を停止点と呼ぼうで止められる。仮定により集約度の増加とともに限界純収益が残減するのであるから、集約度が限界純収益ゼロの点、すなわち停止点に達するまでは集約度の増加はプラスの限界純収益をもたらし続けている。停止点までのこれらの限界純収益の積分値は土地からの総純益であり、それは地代として地主の手に帰する。このような集約的利用も進行すると、やがてそれ以上集約化するよりも品質の明らかに劣る二等地での耕作に移った方が良いことになる。以後二等地で今まで一等地で生じたと同じことが繰り返される。人口が増加するにつれて二等地での耕作は最初のうちでは集約的でなく、耕地面積だけが拡大されるにとどまるが、二等地が全部耕作され尽くすと集約的耕作が始まり、その集約化が限界に達すると三等地で耕作が始められる。で、このような過程の中では一貫して農業の労働生産性は低下するから、賃金単位で測られた穀物価格はますます投機する。このように経済成長の第二段階以後では、先に導出したリカードの賃金利潤の基本定理は修正を被る。利潤率が低下した時、賃金単位で測られた消費財の束の価格は下落し、それゆえ実質賃金率が増大するというのが第一段階での基本定理であったが、第二段階以後では農産物価格が投機する結果、定理が全く異なった形のものに修正される。今このことを明らかにするために、消費財の束において穀物の占める割合は圧倒的に大きく、他の消費財の割合は無視しうると仮定しよう。この仮定は今から170年以上も前にリカードが経済学と課税を執筆していた当時には労働者については正しかったであろう。このような場合には農産物の価格上昇に伴って実質賃金が下落するのである。また第二段階以後に地代が発生し、それがますます増加することは言うまでもない。こうしてリカード経済学の3つの結論が得られたのである。賃金が労働者の生存可能水準以上のものであり、したがって人口が増大しつつある経済では、1利潤率は下落し続ける、2農産物価格が投機し実質賃金は減少し続ける、3地代は増大するの3法則が成り立つ。こういう状態はついには利潤率はゼロ、実質賃金は生存するのにギリギリいっぱいの水準に低下するまで続き、
そこで人口増加はなくなり、経済成長は静止してしまう。成長過程はやがて行き詰まる。このような危機意識がリカードにイギリスの純粋工業立国を決意させた。イギリスは土地が狭いから農業は決して外国に比べて比較的に優位にある産業ではない。海外にはアメリカ、ロシア、オーストラリア等の広大な農業国があるから、あそこでは農業での収穫低減は遠い将来のことであり、それゆえ外国から農産物を輸入する限り賃金単位で測られた農産物価格の上昇、したがって実質賃金の低下は生じず、経済成長は行き詰まらない。彼はこの農業の海外追放を正当化するため、国際貿易の比較生産比説を展開した。そして穀物条例を撤廃することによってイギリスは食料価格の高騰を免れたが、それと引き換えに食料輸入の重圧に苦しむことになったのである。このようなリカードはマルクスだけでなく、自称に見るワルラスとも非常によく似ている。彼らは個別の学派を形成したと見るのが経済学史の常識である。彼らは経済の発展に関しては共通のビジョンを持っていたのである。彼らの共通の弱点は正法則に立脚していることにあるが、なぜそれが間違っているのかを私はワルラス2以下の書章で耐久財のディレンマと関係づけて考察するであろう。